ず初めに踊り込んでまいりましたのは高円寺の葵神殿でございます。殿長森田正則さんもはじめ50名の皆さんです。葵神殿は昭和42年に結成、大名行列を思わせる手ありを先頭に、うちわさばきが光る赤い法被の子供踊り、時に激しく時にしなやかに踊る女踊り、笑顔あふれる息のいい男女法被踊り、軽快で独特なリズムを刻む鳴り物衆、これらが織りなす路上パフォーマンスを皆様どうぞお楽しみください。